お疲れ様です。今日はですね、神チャレンジが来ましたので、こちらね、スーパーマジックアーチャーチャレンジやっていこうと思います。これはね、はじめましてですね。はい、こちらのチャレンジ。ね、まあ、どんなもんかっていうと、まあ、スーパーマジックアーチャーを使わないといけないんですよね。あの、スーパーラバハウンド族ですよ。はい、このチャレンジ限定のぶっこりカードなんですけども、これね、めっちゃ強い。マジで。攻撃した射抜いた相手を味方にするっていう能力を持ってるので、ほんと事故るともう終わります。はい、全てもう相手ユニットになるというか、相手ね、の味方になっちゃうみたいな感じなので、まあ、とりあえずやっていこうと思います。で、攻略デッキが今回自信あるんですけどこれ一番強い、考えました。はい、考え抜いたんですけど、だから俺からしたらめっちゃ強いんですけど、人によってはね、エナチョコデッキになっちゃうかもしんないんですけど、ちょっとまあやりながらね、説明していこうと思います。で、スーパーマジックアーチャーはもうほんとこいつさえあれば守れるし攻めるが成り立つんですよ。攻めもね、防衛も全てが成り立ちます。逆に弱点はっていうと、まあ、呪文にちょっと弱いです。はい、ライトニングでワンパンです。まあ、5コストなんで、まあ、1アートは取れるよと。で、あと攻撃のするまでが遅いんですよ。ちょっと鈍いんですよね、まあ、おじいちゃんなんで。ちょっと鈍いので、このマジアチャー、まあ、見ててほしいんですけど、一旦攻撃するとね、やっぱ味方になります。そう、鈍いのでちょっとこんな感じでダメージ受けちゃうんですよ。なので、この鈍いこの間の攻撃するまでっていうのがちょっと弱点になります。だから直接エリババ当てられたりだとか、あとスピリットですね。スピリットを出されると、スピリット攻撃しようとするんですけど、なんか攻撃できないみたいなおじいちゃん動作がね、出てくるので、この1コスめちゃくちゃ重要です。はい、これなんかとりあえず高回転でむずそうみたいな思われるかもしれないんですけど、この1コスがあることによってスーパーマジックアーチャーを対応できる、かつ自分のね、このマジアーチャーも延命できます。はい、あー、これロケはねダメですロケにもそれやられますね。ライトで行かれるんでね。はい、まあ、やり方は基本的にはもう相手のスーパーマジにライトニング即打ちぐらいでもいいと思います。はい、とか、まあ、ファイブウッドとかでね、処理もできます。できるはず。できた気がする。あとはポイウッドとか、まあ、そんな感じですね。よいしょ。で、文句で相手のスーパーマジックアーチャーはね、反射するのもいいし、そしたらね、相手のスーパーマジ、反射されて相手にかかるんで、自分のね、スパマージが2体になるんですよ。マジックアーチャーがね。そう、みたいなこともできるんで、まあ、とりあえずね、事故ります。はい。もう意味わかんないことになるんで、マジックアーチャー出して、ここの前にスピリット系をいっぱい挟んであげると、なんかね、事故がすごい起きていいです。これ残るっすね。そこのもうスピリット出しながら、ターゲットをね、取ってあげます。おじいちゃんなので攻撃するまでが遅いので、それまでのタゲ取り用のスピリットがめっちゃ、これもう終わるっすよ。これ反射も一応しといてあげて、プリンセスタワーもね、変わります。わ、もうすごい意味わかんないでしょこんな感じになってね、パーティータイムです。はい、で、この1コス流しとくと、マジックアーチャーの横とかにね、小物が来た時とか、まあ、何でもユニット来た時にアイスピで凍らしてくれたり、回復もしたりしてくれるんで、とりあえずね、アイスピめっちゃ強いです。はい、このマジックアーチャープラスのアイスピ最強だと思ってください。で、これ攻撃ダメージ1あるんですけど、スーパーマジックアーチャーね、スケルトンとかコウモリは処理できない仕組みになってますね。はい、一応全部味方になるっていう。いや、まあ、もうちょっとおもろいですよさっきこの第1ステージみたいなのやりましたけど、ポーションだ、使ったことないけど、第1ステージやったけど、だいぶ慣れればね、慣れなきゃもう全て相手のユニットになっちゃうみたいな、えみたいな今までのクロロジャーありえねえ事件が発生しちゃうんだけど、慣れると思うよ。おもろい。まあ、ほんと事故を気をつけるにはライトっすね。もうライト入れとけばなんとか大丈夫です、このチャレンジは一旦。そうで、自分のスーパーマジックアーチャーをいっぱい出すっていう感じかな。いかにこのスーパーマジを延命できるか、かつ相手のスパマジを処理できるか。スピリット系はね、なんか味方にならないというか、ライトニング打たれるん？スピリット系は味方にならないというか、なんて言えばいいんだろう、むずいな。
一瞬で消えちゃうんだよね。さあ、まあこんな感じで、いやーこれもねすごいことになるんですよこれ。よいしょ、あの文句俺のだったんだ、うん、あこれやばい、えちょ待って、マジでお、マジでやばいっしょマジでやばいっしょ、意味わかんないっしょ本当に、これの繰り返しなんでねさあ一コスト、これスケブかなんかいたよな、ゴブリンか、いやマジでやばい危ねえ怖すぎる、ああいうことが起きるんですよね。前とか一旦落ち着いて打って転がすとかね、文句も言って相手も文句言ってとかなると、スパマジを反射して味方になったんだけどどうなのみたいなことになります。まあ味方の時間もそんな長くはないんで、まあ許される。まあライトでね、ほんと処理するのが一番手っ取り早いですね本当に。これムートとかもうなんでムートなんだろうって感じだな今正直ムートじゃなくてもね、エリーババとかでもいいんですけど、まあなんかムートがすごい肌に合ってます。あでも相手もこれ似てますよね、1コス1コスで遠く回転で回してみたいな。でもこんならね味方にしてあげて、あーでもやばいこれのやり合いなんでね、うわガチやばい、文句相手の方がうめえな。さあ1コスは飛んでいくんで、うわ待ってこの相手うめえぞ、俺とできっしょやんけ、ほぼ文句が入ってるぐらいです。さあライトニング使った、1コスはマジで対策っすね、対スパマジの。あさあ5ウッドで処理してきましたね、うわ待ってバツがついちまう、文句で反射もできる、え読んでた今、えちょっと待ってお兄さん焦らず行こうぜ、めちゃくちゃ強い相手来た。さライトアイスピちょっと早かったか、まあ、呪文削り合戦ですね。ファイブオッケーニョーケーイ、うわウッド、これでゴブリン出したいね、1コス出したいね。あーでもなんかプリンセスタワーが降りたいのに、プリンセスタワーがあの味方になって攻撃してね。さあ71はライト圏内、おー危ねー、これ相手もあのたどり着いてるっすね正解に。まだここが頂点なのか分かんないけど、だいぶ一緒でしたね中身が。でこういう感じの、まあ、高回転スピスピライトニングのマジアチャっていうのが強い、まあ、スパマジックね、普通のマジアチャはいらんすね。てかこんなマジアチャ使ったら普通のマジックアチャバカ弱い一生使えなくなるぞ。いやこれこのねスパマジ今までで一番っていうぐらい楽しいの。さあもうライト打たれたらその後出そうぜって、あまあこんな感じでやっぱね呪文で対応してきますね、危ないんだね。でもこうやってファイボとかポイズンでスパマジやられるってなった時はできるだけ高めに出してあげるといいですね。さあタワーと巻き込まれないんで、まあ、そこは普通のマジックアーチャーと同様かなと、倒されるまでに活躍していく。まあ、一回事故ればマジでパーティーだからな。さあ、アイスピね。おー、トリプルスプル。ファイブアナメだったんで、これもう、パーティータイムじゃない。なあこれは若さの問題か。俺の反射がちょっと遅かったっすね。ホグの呪文いっぱい。なんかさっきの相手もホグの呪文いっぱいでしたよね。まあ、結局これ、ダメージ通らんやんってなっちゃうんですけど、その、端前のスパマジで、一回でも事故を起きればもう勝ちなんですよ。そう、大砲とかも味方になるし、っていうね。あ、やばい。見てなかった。あ、これでも両方味方になってるから、
オッケーオッケーオッケー。さ、キングはスパマジの効果は受けないんですけど、プリンセスタワーは受けます。こんなにイチコスがね活躍するとはね。さ、ムーとか入るで、これ下から出すとまたファイブウッドとかファイブアナムでやられちゃうんで、まあ、文句はね下から出していいけど、マジで出すなら高めでね。鈍いんすよねこの子。確実にやってくる。一応ね、まあ、反射すればいい。そう、反射して反射して。あ、マジですごいことが起ころうとしてる。あれ打っとかないとやばいですね。うちのムートがやられる、危ない。でこういうのも高めに出しとくと、ムー大砲がはい味方でプリンタワーを攻撃して、おい結局呪文で対応されてもこの端前マジでちゃが強すぎて何とでもなっちゃうっすね今みたいに。よしよし、高回転ホームのね。あ、やばい、マジやばい、これやばい、待ってやばい、え、あぶね、あの文句俺の、あの文句俺のだったんだ。さあやばい、はい、大砲にして戦わせるか。なんか死んでったな。それなんか怖いねこれ。こういうのもね確実に、これ対応しなくていいのか、俺のやっていうね。うわあ、ちょっと、あぶねえ、アウトや、え、待って、アウトや、お、お、マジでどうなってんだ、やばい、終わる、逮捕、うわー勝ったけど、あぶねえいや、ぐっちゃぐちゃすぎる。いやもうで、いやーこれやばいっすよこのチャレンジ。意外となんかうまくいくとなんかすんなり勝てるんですけど事故りやすい、鬼事故るから。あぶねー、あんなになるとねわけわかんなくなるんで、わけわかんなくなっていっぱい適当にユニット出しちゃうと、あのどん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 自分の首ね苦しめるだけになるんで、一回ねやばかったら落ち着くの大事ですね。さあこれはもうスーパーマジアチャで抑えられる。いやみんなホグウッドだな、これ絶対海外の YouTuber が紹介してるやつや、まあ、一応なんかトイレして。あ、 2.6 ホグのマジアチャみたいな、あ強そう、めっちゃ強そうじゃない。まあでも大砲も結局ね味方になっちゃうんだね相手の。ファイブウッド、ライトニング、この辺の呪文選択がちょっと多いっすね。うん、最低確実に僕はこれしっかり守るの大事っすね。ホグ多いね、ホグ多いね。あでもこれで結局プリンセスターはそこまで行かれてないんで、今のはちょっと美味しかったな。しかもムートがねやっぱ攻撃されるまでにスパマ待ちの鈍さが弱点として出てる、ね、よしよしよし、開幕速攻このチャレンジをやってるんですけど、もうだから開幕勢しかいねえからかな、ちょっとレベルが高いっすね。よいしょ、
おお、これは相手終わったぞ。気づいた。1コスで竹取ってあげて。あー来た、フィーバーフィーバー。相手も1コスね。で文句固まってるから5でも反射しにくい。また味方になる。あーでもやべえ、俺のカードがあれマジ分かんなくなるな。あーやべえ、もう一回味方になる。よしよし、敵になった後にもう一回味方にして、もともと俺のカードだからね。よし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 、そこのアイゴルでさえも俺の味方。1コスからのウッドがね、これ強いですね。まあ、ウッドからの1コスでもどっちもいいんですけど。さあ文句強い。ライトで削ってスケも味方にして、オッケー。危ねえ、多すぎんというかこれしかおらんやんこれしかおらんやん。もしかすると5ウッドホグの方がいいんですかっていう。でも勝ってるしな5ウッドホグの流行り具合を見るとまあ使いやすいのかもしんないんですけど、絶対こっちの方が強いですね癖しかないけどね。さあゴーストリンク出させたのをスパマチインコみたいなね、そういう考えかな。やべ、反射してもらって、これどうなんだ。おおマジどういうこと。おおおおお、あのマイキー俺のじゃないもん。あ、いやよく分かんなかったっすね正直。あ、ゴースト透明だからあれか、仲間にならせるのに一発なんか。ああ、これで、ああ、ゴーストちょっと強いね。透明だから。さあ、一旦文句で反射したいね。スパマジックなんか来そう。反射して。お、ハンター。ハンターの出番短。尺 0.5 秒であいつ。オッケーオッケーオッケー。でまあ、1コスの強みはね、このちまちま削れるんでね。1コスいいね。からの、まあ、スパマジにライト打ってくともう事故絶対ないんで、これちょっと打ちたいね。おお、あの前聞いたもん。おあれなんか味方にしてね、贅沢にドリル、マイキーのドリル相手のプリンタワーにぶっ刺したいみたいな欲もあったけど、一回落ち着くこれやってればまあ負けないんだよね。さあスパマジタイムいくか、文句出して1コスで削って。おお、あのライトが全部あれっすよ俺の味方。さあ文句で反射してます。相手のスパマジね。はい、俺の味方でウッドとかも適当に転がして、先にねあの味方に刺した方が一生ね、毎回なんだろう、先に攻撃できてリズムつかめるんで、スパマジは先に成功したもん勝ちですね。でそれをさせるための、まあ、重要なのが1コースかな、竹取れるの。やばい、これやばい。うっ、あでも、おお、あれはウッドでやれる。 OK、 なんか数発ね、ムートとかプラスウッドとか、まあスピリットウッドとか、まあそういう系でマジックアーチャーを対応するのも大事だ。よしよし、これなんか限定スタンプ、あ、かわいい。このマジアチャの、マジアチャか。もうマジアチャのスタンプと、もう一個別のね、もう事前にもらえるやつもあるんで、2個ね、今回のチャレンジゲットできます、一気に。さあ、ラブリーマジックアーチャー、これっすね。
なんかアニメに出てきそうな、なんとも言う、あ、これ、お、建築士か、これでも、あ、テスラにテスラに、あー、ファイボー多いね、ファイブウッドか、まあ、結局ファイブウッド来るのもね、文句でね、跳ね返しちゃいね、うん、よいしょ、まああとはこのデッキだとね、空止まらないですけどとか、あの止まらなくていいんで自分の味方になるんでねラバルとか、ラバルガゴムレスケドラとか全部来ても普通だったらね終わりますけど、マジアチャはこれ全部味方にするんでね秒で守れます、なんならそれで相手攻撃できます、え、うまっ、え、ちょっと待って、今見た相手の、あぶねえ、いやーちょっと文句俺の、いや今の相手のマジアチャはレベチすぎるだろなんでやばいだろ、はい、跳ね返す、え、今のマジでやばいだろ本気でやばい、戦え、いやでもプリンターは削りたいからな、あー、ボムもうわ、マジか、あのマジで天才すぎるだろ、さっきどん同じことやってたらそうなる、これはね追いつかんといけん、建築士だ、なんで？あ、マジなんで？俺がスパマジ出すの見えとるやん。なんか知らんけど。いやー回復したら熱かった。てかなんなら味方になったことによってうちのムートがサボってやがる。うわーやべえ。竜巻をそれだけは許せん。おお、追いついた。崩れるぞ。法則が戦って。お、おマジで。あるある、ガチである、ガチである。いやでもそっちじゃない、そっちじゃない、そっちじゃない。どこが来たんだよ。相手諦めてくれ。紙ヒスピ？いけ？うわ、ガチある、ガチある、ガチある。高めに呪文嫌なんでね。テスラが？俺の味方は今ハート湧き出てる。ちょ、文句？スパマジ来い。来た。来たんだけど、お前何がどうなってんだ。いやガチ、そっちじゃねえ。危ない、これあるぞ、間に合え、マジ間に合う、いやライトだ、やめろ、いや違う、お前バカ、ちょっと待って、なんで俺バカ、ちょっと待って、何やってんの、何今絶対勝ってた、間に合ってたぞ、うわうわ、これはやばい、今のはやばい、味方、え？俺のスパマジが相手のタワー攻撃して削れなかった。わあ、今のやっば。今のガチでやばいね。完璧な逆転だったのに。何やってくれてんの、ガチで。
あと金魚までも打ってくる。うわ、今のやばあれ。マジか。あれはね、計算できない。あそこまで考えてはできないだろう。せっかく追いついたのにな、もう、ようわからん状況で。キングから攻撃されたんですね、プリンタワーがね。うわー、惜しかったな。さあ、ライトニング。やっぱ皆さんライトニングですよね。まあライト打つか。文句で反射してもね、結局その後が怖いんでね。ライト打っとく方が硬い。さあ、相手もね、1コースたどり着いてる。さあ削って、いやこの削りが強え、まあ、自陣でスピウッドでマジックアーチ受けれるのが一番俺からしたら受けたいやつですか。もうこれでもいいのか。これからのクッションいて、まあ喧嘩しちゃうんですけど、まあ文句よりもちょっと痛かったぐらいの感覚っすよね。あの一発も受けさせないスピリットを極めてる人だったらね、だいぶいいかも。さあ橋本プリン読みウッドしちゃう。ああ、さあこれは反射で、反射はなんか微妙だな。さあ、まあ怖いんでちょっとライト打ってね、ビクビクしながら戦おうぜ。相手もなんか多分攻めカードねえんだろうな、同じような守ってスパマジで頑張ろうみたいな感じっす。さあ文句の反射でダメージ稼ぐ。いやこうなると足前あれ強くね。あ入ってる、足前スパマジめっちゃ自己利やすくないですか。あっつなんだ、文句あるんでこれは文句で。お、間に合い、お、来た。はい、違う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 、だからそれそれ許せねえ。お、フリーズが出てくる。あ、反射して、さあスパマジからのオーゲライト、よしよしよし。まあ攻めカードね、ぶっちゃけやっぱいらないんですよね今回のアイテムですけど。まあ僕もかホグとか入れてないんですよ、ディガーとか。まあ入れてたら入れてたで全然悪くはないと思うんですけど、結局なんか相手に簡単に守られちゃう、スパマジに。で呪文打てなかった時とか苦しくなるかなっていう。まあこれもあって帰ってください。シュールだね。さあライトニングゲーっすね。一回またあのぐっちゃぐちゃになるとねすごいおもろいんですよね。だからまあ入れたらダメなカードで言うと結構ね、あのライトニングとかね、すごい。ライトニングじゃない、ライト入れないといけないんだけど、あミスった。あれあれっすね、両方お前ら俺だろ、名前忘れたわ。フフッ、あメガナイトっすね。メガナイトとかは結構事故りやすいっすね。うん、その的がでかいんで
他のユニット射抜いたはずなのにたまたまメガナイトも射抜いてて、なんかメガナイトが敵になったり味方になったりみたいな、すごい右往左往しちゃうんですよね。っていうのが意外と苦しいっていうのを思ったので、よいしょ、入れない方がいいですね。もう高回転呪文しかないっすよ、ね、よいしょ。さあ今回の相手はコカッちゃんで、まあライトニングね、コカッツライトもちょっと強そう。これゴブリンバレルだって跳ね返せないですからね、飛んでるところ落ちたところしか跳ね返せないんで、これでも結局この1コスがね、さあ跳ね返しトイレタイム、 PSP マジ1コス最強、これマジどうにもできないっすよね。オッケーオッケーオッケー、普通に突破してるスーパーマジアじゃとは。スライト使った、ウッドでいいか、これも結局1コスでいい。あーそれうまい、まあ、ちょっと痛いけど、おお前ら、いけ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 、キアからあいつから裏切りぞ、気をつけろ。スパイは誰だ、スパイを探せ、スパイはどこだ、いけ、よし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 、これで相手のスパマジもね HP 減るとウッドで、さあ帰ってもらう、よし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 敵になって味方になってね、コロコロするんだね、慣れてしまえばかな。最初マジ慣れなさすぎて、えみたいな、なんかほんと事故ばっかだったんで、気をつければ、まあ慣れれば2周目3周目やればね、ちょっとみんなねこのスタンプもゲットできると思うんで、ハート系のスタンプはねちょっとゲットしといた方がいいですよ、価値高いっす僕の中で。さあ全てを味方に虜にしていきましょう。姉妹スパマジもちょっと強い、最後のワンチャンつかめるっす。あーこれ反射反射で反射できないんで打った方がいいっすね。あー両方ともなってるから、反射反射、まあ、ライト、お綺麗なライト来るとやばい。さあファイヤーボール、相手ウッド自分の豚にも当たってるよ。さあ高回転ホグファイボっすね、もうこれだこればっかだ。あー文句いたっすね、しかもこれちょっとやばいぞ、俺のムートが輝かん。あーでも相手のファイボー反射して反射されてみたいなことにもなんだか。うわーやばい、いやマジでやばい、意味わからんことになってる、うわマジで意味わからんことになってる。あーはあ頭が、おいおい何やってんだお前いやこれ相手の文句めっちゃ強そうだな、ちょっと待ってよ、ファイブか、俺ファイブ来る、早い射抜け、お熱くねだいぶありそう、もう一回、オッケーオッケーオッケー、よしよしダブル文句よしよしよし、結局ねからの右手にしろ、
撃て、一発スケルトンまで。うわー、ちょっと鈍い、だいぶ鈍いよしよし、でも一発逆転、これやばいなこれで逆転できるんだもん。さあホグでクルガーしっかりね味方にしてこの高めのマジアチャ、しかも反射できるんだね、反射できるのやばい、ファイボとか。いやこのホグデッキめっちゃ強いけど、やっぱ弱点が跳ね返されちゃう。これホグライトニングにしたら最強なんじゃね。いやでも俺のデッキの方が最強か。さあラストマッチ、コカちゃんのプロフィールだな。よしよしよし、狙って勝てたら気持ちいいし、狙ってなくたまたま勝てても気持ちいいいやまあモックでパッパ反射する世界線も見える、一回やってみるか。はいああプリントは削れねえな、まあ、これで結局ねあのいかれちゃうんだね、やばい、文句反射するとやばすぎ。さあでもスピリットが強い、お、いや文句いるんだ相手もね、呪文打ちにくい。さあホグ射抜いて、射抜いて、いいね、君のホグで勝ってあげるよ、かわいそうに。で1コスをねいっぱい出せば出すほどスパマジが無限に回るので、そこも大事っすね、常にスパマジ。あとライトニングのコストを常に取っておくとか。あこれいらなかったか、なんか自陣のムートプラスウッドとかでやれると思うんですよ、ね、あこれ別にホグ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 、何やってんだゴブリン、何やってんだ、おお、ちょ俺のホグだ、もう一回なんか射抜きそうだ。あーデリバリーウッド素晴らしい防衛。まあ結局ね高めに出してさえしまえば、もうスーパーマジェチはここに出すかここに出すかだけで勝率がねもう跳ね上がります。さあさあすごいことになるよこれ。ああデリバリーちょっとせえや、あ大砲が裏切ってくれて、一応ムートもなんか反射しとくか、あれ反射できてね、デリバリーデリバリー強いな。まあでもちょほぐ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 、いいねー、一応文句、うわーいいねー気持ちいいからの射抜いて、タワーが争ってるホグにやられてく、おいどんな気持ちを自分の出してにといね、タワーおられるの気持ちよすぎるこのチャレンジ。さあというわけで意外と10勝って遠いね、10勝遠いけどゲットです。さあというわけでこちらのねチャレンジ皆さんもぜひねやってみてください。このデッキもね参考にしてほしいんですけど、ホグめっちゃいましたね。まあなんでこのデッキとねあとホグデッキもぜひねやってみてください。ではおつくちゃんでした、まだね。